戦闘指揮所、戦闘指揮所、戦闘指揮所、とは、現代の軍艦における戦闘情報中枢のことである。レーダーやソナー、通信などや、時間の状態に関する情報が集約される部署であり、指揮、発令もここから行う。航空母艦において CIC に相当する部署は、CDC、コンバットダイレクションセンターと呼ばれる。 その性質上多くの機密情報を扱うため、運用時間中は乗組員であっても立ち入りには制限が加えられる。CIC には戦術情報処理装置や戦術データリンクをはじめと、する各種の C4i システムが装備されている。これらはオペレーターと共にマンマシンシステムを形成して、戦闘中の情報処理を一括して担う。すなわち CIC は、 艦の C4i システムとオペレータとを連接するためのマンマシンインターフェースとしての役割を持っており、その設計は艦のシステム統合にあたって極めて重要である。当初 CIC は単に艦の戦闘に関する情報処理を一括して行うための部屋というに過ぎず、その中での情報処理はほとんど完全な手動であった。その後、 航空機の性能向上とコンピュータの発達を背景に自動化が試みられ、1950年代初頭より、まず、カナダで、ついで、イギリス、アメリカで開始された。初期は、レーダーなどの画面に表示された目標情報の入力を受けて、これを管理し、射撃式装置に移管するという、いわゆる武器管制装置に止まっていた。これらは、あくまで CIC の装備品の一つに過ぎなかった。 その後、より徹底的に CIC とコンピュータの統合を推し進め、マンマシンシステムとして、目標の脅威レベルを判定する機能を付加した、いわゆる手は、セレキバルションウェポンズアサインメントシステムが開発された。アメリカにおいては、海軍戦術情報システムと、武器管制システム、WDS、ウェポンズダイレクションシステムの複合システムとして発展した後、ターター。 D システムで連接され、e ージスシステムにおいて統合された。また、NTDS 系列の機種は、フランスや日本、ドイツなどでも、派生型が開発されたほか、イギリスやオランダでは、独自に開発しているが、これらは、当初より、手はシステムとして開発された。海上自衛隊では、CIC の区画を、クリーン C と定めている。CIC は軍艦において、 最も重要な部署の一つであり、ここが機能を失うとその間の戦闘能力は無に等しくなるため、他の部分に比べ堅固な作りとなっている。海上保安庁の巡視船のうち、指揮統制機能を強化している船では、OIC、オペレーションインフォーメーションセンター室と呼ばれる区画が設置されている。これは CIC の海上保安庁版といえるものであり、会議室として、 災害対策本部を設置できるほか、GMDSS、JASREP、インマルサット衛星通信装置や、救難ヘリコプターとの画像伝送装置など充実した通信装備が設置されている。ただし、巡視船においては、船の指揮機能の中枢は依然として、船橋に置かれており、OIC 室はどちらかというと、軍司令部指揮所、TFCC に近い能を担っている。 第二次世界大戦の前までは、軍艦における戦闘式は、艦長が環境に位置し、そこから指揮をとっていた。これは、戦闘式に必要なものが無線通信を除き、肉眼で見えることだけで済んだためである。敵艦と時間との位置関係の把握も、死人範囲内がすべてであった。1930年代後半から1942年にかけて、 後に CIC コンセプトにつながる様々な試みが行われた。イギリス空軍はレーダー技術の発達に伴い、これを活用するためにコンセプトを開発した。これは各レーダーサイトが得た目標情報を集中処理して、溶撃機に対する管制に活用するものであり、地上溶撃管制の原型であるとともに、洋上における CIC コンセプトの原型でもあった。 1940年のバトル・オブ・ブリテンにおいて、このコンセプトは極めて大きな効果を上げた。このことから、大日本帝国海軍による真珠湾攻撃の直後から、アメリカ軍もフィルタールームコンセプトの導入に着手し、ウィリアム・テイラー海軍少佐とバーキスト陸軍中佐を中とした委員会がオセンサーとした地上システムを構築した。 またこれに先駆けて1941年8月にはアメリカ海軍の空母艦上にフィルタールームと同様の防空戦闘指揮所が設置さ、これが艦上における CIC コンセプトの初適用となった。これは急速に展開していく航空戦闘の様相に対応し、またレーダー探知など視認不能な敵情報を適切に把握するため情報を 統合的に集中処理するものであった一方、海洋船に CIC コンセプトを適用する試みは、これらとは別個に着手された。1942年の第三次ソロモン海戦及びルンガ沖野戦において、新型の SG 耐水場レーダー装備の駆逐艦、フッチャーの副長であった少佐は、環境に隣接した海図室でレーダーを直接操作して艦長が必要とする。 レーダー情報を伝えるとともに、内線電話によって、砲術長、水雷長と緊密に連絡取り、艦長の戦闘式を極めて効率的に補佐した。これは事実上、アメリカ海軍史上で初めて CIC コンセプトが創出された例であり、この行によって、ワイリー少佐はシルバスターを受されるとともに、1943年より駆逐艦に CIC コンセプトを適用するための、 プロジェクトチームに参加することとなった。このチームは、中佐の主導下に、ワイリー少佐のほか、G ・フィリップ少佐、R ・ブックマン少佐が参加していた。このチームは2ヶ月で、駆逐艦に CIC を導入するためのハンドブック、CIC ハンドブック4ディストロイヤーズ、パシフィックフリートを作成し、これは、間もなく、全海軍に配布されることとなった。なお、 このチームの最先任士官であったラニング中佐は CIC コンセプトの源流がサイエンスフィクションにあることを認めており、その一例として E.E. スミスのレンズマンシリーズに登場する巨大な指揮官であるディレクトリクス号を挙げている。この宇宙船には特殊な知覚能力を備えたレンズマンたちが戦闘空間を視覚化すことで司令官の艦隊指揮を円滑化するための タンクと呼ばれる設備が備えられており、劇中ではこれによる指揮統制線の優位がたびたび強調されていた。この時点では CIC 内での情報処理はわずかに計算弱が使われている程度でほとんど全てが手動、紙と人と声に頼っていた。CIC の中央部には時間を中心にして目標情報をプロットするためのクリアボード。 レーダー画面を巨大化したような形線が描かれた文字通りの透明黒板が配置され、ここに白フェルトペンを使って、レーダー種がどなる敵艦や敵変態の位置、進行方向、数といった情報などを手で書き込むことで情報を集約していた。また、他関との情報伝達も発光信号や手端信号、原始的な無線機程度であった。 1948年に行われたイギリス海軍のシミュレーションでこの方式の限界点が明らかになった。この時には熟練のオペレーターを廃したにもかかわらず同時に処理できる目標はせいぜい12機程度が限界で20機の目標に対しては完全に破綻してしまったのである。そしてまた太平洋戦争の末期において 日本軍が実施した特別攻撃が艦隊の対空防御に重大な問題を提起していた。この時艦隊の防空システムは概ね良好に働いたとはいえ、その対処能力は飽和寸前であり、より高速の機体が同様の攻撃をかけてきた場合、システムの破綻は不可避と考えられた。しかもジェット機の登場により航空機の速度は 戦後5年で倍増し、なお急速に増加し続けていた。神と人と声に頼っている限り、これ以上の対応速度の向上は困難であり、情報の処理に自動化を導入する必要性は明らかであった。まず、サンティーファミリーの艦隊空ミサイルに付随して、その射撃管制を補助する武器管制システムが開発された。これは、目標の情報を記憶、管理し、 その射撃を効率化するもので、当時主流だったアナログコンピュータを使用していた。しかし、これはあくまで射撃式の効率化を図るものであり、対応のさらなる迅速化には CIC との統合をさらに突き詰めて、マンマシンシステムとして再構築する必要があった。その開発の先駆者はカナダであり、1949年によりデジタルオータメイテッドトラッキングリザルビム、 数値自動機積追尾及び処理の開発を開始していた。このシステムは当時登場したばかりのデジタルコンピュータを使用しているだけでなくデータリンクの概念すら含まれており極めて画期的なものであった。カナダ海軍はこのシステムを2隻の総海定に搭載してのテストまで行ったが加熱が激しいという欠陥を有しており最終的に火災事故によってシステムは失われ開発は頓挫した。 しかしその成果は、アメリカの海軍戦術情報システムの開発に生かされることになる。一方、1950年代初頭より、イギリスはレーダー情報の処理、表示システムとして CDS の開発を進めており、1957年には実艦に搭載した。これはアナログ式のコンピュータを利用しており、世界で最も早く実戦配備された。 戦術情報処理装置である。アメリカも CDS と同様のシステム EDS エレクトロニックダタシステムを開発し、1953年より実感への搭載を開始したが、アナログ式であるために信頼性と性能に限界があると考えられ、採用はされなかった。1954年に開始されたランプライト計画においては、この頃急速に台頭していた。 デジタルコンピュータによる戦術情報処理装置が開発された。これは NTDS の中核として1961年より空母、オリスカニー及びミサイル駆逐艦2隻において評価試験を実施した上で1963年に正式化された。また、イギリスも CDS の後継として ADA を開発した後、1966年より これをデジタル化するとともに改良した ADOS アクションデータオータメイシャンウェパンシステムに発展させた。一方、アメリカにおいては、ータ D システムにおいて NTDS と WDS 武器完成システムの連接が実現し、その後継となる EGS システムにおいて、これらの機能は統合され、高度に自動化された。1983年のタイコンデローガの収益を皮切りに、 アメリカの水上戦闘艦の主力はイージス艦に移行していった。一方、イージスシステムを搭載しない水上戦闘艦やそれ以外の空母や強襲揚陸艦が搭載する NTDS の後継機としてアッコズ高度戦闘式システムが開発された。これらは戦闘式書に装備されて股間戦闘の中枢を担った。特に RA ーーバーク級ミサイル駆逐艦にイージスシステムを装備するにあたってはイージスディスプレイシステムを装備した戦闘式書の設計がシステム統合の最重要事項とされたことが知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。